宣言通りスプリングマン、そしてリボンガール来ました、はい、主人公とヒロインですね。そうですね、はい、続いてアームを選んでください。まあこのアームズの本当に一番最初のね、はい、本があるとしたら1ページ目、まあ表紙に来る2人ですよね。はい、そうですね。その中でスプリングマンがブームランとトースター、対するリボンガールがスパーキーとサラマンダー、はい、さあ参りましょう。 Are you ready? Let's take up arms! 画面左、3回戦を推奨で勝ち上がってきたギャムさん、スプリングマンです。対するマルキさんのリボンガール、まあ、昨日のこの放送を見て研究していたというマルキさんです。なるほど。スラマンダーがスレスレスレッと伸びてまいります。対するスパーキー、対するトースターとブームランはスプリングマン。やっぱお互いのこの動きをよく見ていますね、2人とも。そうですね、はい、さあここはブームランが弧を描いてリボンガールに抑えかかってまいります。リボンガールはすでにもうラッシュを発動できる状態、はい、ちょっとスプリングマンの今右腕がね、はい、動かない状況になりました。上から掴んで投げるリボンガール優勢です。ここも多段ジャンプ活用してまいります。スプリングマン、ここです。ずっとチャージー状態ですね。そうですね。お、ここで最後とどめと言わんばかりラッシュ発動なんですが、うまくいきました。左に回っていきます。しかし最後は右のストレート、スパーキーで打ち抜きました。やはりスプリングマンは最後が怖いので、最後こうバーッと畳みかけたいところですよね。そうですね、はい、さあマルクさんが第1ラウンド選手、互いにアームは変えません。参りましょう。 Are you ready? Let's take up arms! ラン2、スプリングマンチャージが溜まってますよ。1本取られた状況なんですが、そうです、スプリングマンはラッシュいつでも発動できる状態です。ここは掴んで投げていく、パンチを当て込んでまいります。相手がねラッシュ溜まってるとすごい怖いんですよね。こういつ来るんだろうと。そうですね、まあ、そのプレッシャーを与えながらどこで出すんだというところです。そうですね、出しどころがポイントです、はい、まだ出しません。ここは掴んでアッパーカットを打ち込んでまいります。対する空中からリボンガール、あーこれ互いにラッシュがたまった、はい、さあより駆け引きが巧妙になってまいります。まだスプリングマン行きません、ラッシュに。はいね、このラッシュをガードでかわせるか。ここでリボンガールがいった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 。さあスプリングマンのラッシュどう出る。ただまだスプリングマン体力に余裕があります、はい、ここでちゃんと見て当ててきましたね。リボンガールどうだ、少し残った、少しギリギリ残った。これで終わった。冷静に戦ってましたスプリングマン。いや、ニャムさんが全く焦らない、はい、ですね。そして深追いもしませんでしたね、はい、さあこれで1対1、全く分かりません、はい、分かりませんね。実力伯仲しています、はい、さあ参りましょう。 Are you ready? Let's take up arms! ファイナルラウンドです。互いにこの出だしも慎重、はい、さあその中でお互い距離を取ってお互いの相手の動きをよく見てますね。むやみにパンチも出しませんよね。そうですね、両方パンチを両方とも出しちゃうとやはりこう隙になってしまうので、はい、リボンガールがラッシュ発動できる状態。ここで来た、ここで来た、入ったー、先手を取りました。スプリングマンの体力は半分以上削られた。さあここからどう出るスプリングマン、逆転があるんでしょうか。体力が4分の1を切ると常にチャージ状態になってまいります、はい、スプリングマン。ここからですよスプリングマン。しかしもうピンチ、追い込まれた。リボンガールは一気に差し切るか、はい、もう一発も取れませんよ、はい、ギリギリです。おっ、ここでラッシュ、今うまいですね。ラッシュでスプリングマンのパンチを跳ね返してからのラッシュ、うまいな。いや、マルクスさんも落ち着いていました。カウント2対1、勝者マルクスさんです。